1番目、清水田の会前の歴史について説明いたします。そもそもこの田の神舞は約500年前、日枝神社の神官が島津藩の命による京都御所へ行き、40年余りの神舞を習得し、これを清水独特の神舞として代々神官により継承してきたものが田の神舞です。その後途絶えがちになっていたので婦人会に伝授して県下一円で奉納されていましたが、大東亜戦争で再び途絶えてしまうも、昭和57年1980年ですかね、関係者の努力によって復活させてからは毎年3月1日に雨の水主神社、地元では通称北新神社に奉納されております。今では保存会による五穀豊穣を成就とす祈る長寿と祈る踊りからお囃子まで全て女性だけで舞う珍しい神舞です。今日は大人10名子供4名で舞います。子供さんのお名前を紹介いたします。吉本あずきさん、北小5年生。同じく吉本あんじゅさん、北小の4年生。浜田花子さん、北小5年生。浜田里奈さん、北小2年生。以上で舞います。失礼いたしました。吉本あずきさん中学1年生でそうです。失礼いたしました。おかげでこともよかできあきでこげなめでたかこつあごあはん。きゅはまこてよか天気でほっしんさあでけいてこんおとがすいごちゃいが、みんなでこおどいよかい。そけそっとふっぱやせ。はい。
だ。ほいほい。真珠の森の発信さで、お祭りがはま、おいごちゃいが。さてさて、お供えもんは何じゃろかい。見てみきをはめ、銀の子めんめしか、はがまにどっさい。でこん、にじん、いも、こんにゃ、昆布に、さけんこんにしめ、揚げもんやら、とかなべんなけ、ほっかほっか。なにわさておっせえ、こはっぽうかんさかあげんな、ふっかひんまがでな。さてさて、からんむっか、ぐうないでけた。わいべーたもいただこかいな。はたらしはどうかどんぶゆがち、めっけでおっちけはっちけななめげ。はたらかんしはみしめんすいをつたたつたたかけっせ、つめこめかっこめきはっぺ、こーらんまいくいすぎたわい。寝るなきたな。ないごっちゃろかいたのかんさ。ひのまかねそべっせ。こわこわおきいやはんか。たっちきたっちゃがいやはんか。おーちょっしもた、寝すぎたわい、ヨガヘッド。あいたたあいたた、こうかいてこっちゃ、日が暮れんうち、もういっちょ、おやせ。はい。前の保存会を引き受けておりました万年でございます。当時の新刊さんと婦人会長の肥後和佳子様、裁判所の調停委員をなさっていた浜田珠様が、私が返上するまで待っているから上がり込んで夕方までいらっしゃいました。今日は仕方がないんです。仕方がないので、昭和57年に女ばかり7名で発足いたしました。平成6年で笛太鼓を稽古しました。復活の歩みとして第1回が国神社での奉納でございました。
復活の歩みとして大工が国神神社国部の若宮神社改築の祝いで奉納いたしました。 MBC ラジオ放送 MBC のテレビにで放送されました中村玉緒様のトークショー、宮崎県、鹿児島県の市長さんの皆々様方、それと海津町の中学、高校生、教職員を様を迎えての披露しました。鹿児島西駅活性化に協力し、宝火での披露、田の館舞が41年余りの大賞の出演でございました。私も年を重ねてばあちゃんになりましたので去年の12月で辞めさせてもらいました。若い方の中島さんに会長を頼みました。今まで同様田の館舞をどうか盛り上げてくださいますようにお願い申し上げます。皆々様にぜひお願いいたしたいと思っております。長い間本当にお世話様になりました。おたげまだ元気なんですけれどももう足が少し弱ってきたようです。皆様どうかこの前に協力いただきまして踊っていただけませんでしょうか。人数は増やしたいんですけれども衣装も取り揃えております。どうか皆さん協力お願いいたします。長い間40年余りの時間を要しました。お世話様になりました。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。以上で終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。40年余りずっと携わってこられた万全レイクさんに拍手をで皆様も送ってください。